紙芝居始まり始まり。本地横浜雲合戦、作宮崎夏子、協力横浜本地保存会。横浜には本地という遊びがある。本地は大きさわずか1センチほどの猫ハエトリグモのオスのこと。メスや子グモはババという。闘争心の強いクモで、オス同士が剣といわれる前足を振り上げて戦う。春、ボタン桜がちらほらと散り出す頃に本地が出てくる。そうすると男の子たちは本地を捕まえて、紙や板でできた小さな本地箱に入れて大切に育てる。立派に育った本地に喧嘩をさせて、勝った負けたとみんな夢中になった。その遊びのことも本地という。今から50年ぐらい前のこと。ケンちゃん、ねえケンちゃん、僕の本地を見てくれよ。3年生の吉尾が5年生のケンタを呼び止めた。ああ、いいの見つけたな。ケンタは吉尾の箱を覗いていった。ねえねえ、ケンちゃんのとやらせてみてくれないかな。おいおい、兄ちゃんのは金欠だぞ。最初から負けるとお実験になっちゃうぞ。いいのかと横からケンタの弟、1年生のコウジが口を挟んだ。頼むよケンちゃん、お願いします。1回だけでいいから。5年生のケンタは年下を相手に勝負することに気が引けたが、わかったわかった、負けでも泣くなよと引き受けた。10センチ角ぐらいの小さなベニヤ板の上に2匹の本地が出された。うわー、兄ちゃんの金欠おっきいな。よしおちゃんのアジロッケツもケツデカで強そうだ。コウジが興奮していった。金欠は銅の黄色い本地、アジロッケツは銅にカタカナの木の字に似た模様がある。ケツデカは銅の部分が特別に大きい本地のこと。しっ、うるさいコウジ、黙って見てろ。ケンタがコウジを睨んだ。2匹の昆虫は互いの力を伺うように静かに見合っている。てーき、てきてきてき。しきりのケンタが声をかけると、2匹の昆虫はさーっと剣を振り上げて半円を描くように動かし始めた。剣と一緒に体も左右に振りながら、少しずつじりじりとにじり寄っていく。2匹の間がギリギリまで近づいて、ガブリと組み合った。剣を目いっぱい伸ばしての力比べ。後足にも力が入って2匹の体が浮かぶ。すごいぞすごいぞ、金欠のケツピクだ。ケンタの金欠が激しく攻めて、腹が上下に小刻みに動く。これがケツピク。板を持っているケンタの手に小さな虫の力とは思えない振動が伝わってくる。ヨシオのアジロッケツも必死に耐えている。なかなか勝負はつかない。合格だ。ケンタは2匹を引き離し、この勝負を引き分けとした。ケンちゃんの金欠はすっごいや。ケツピクなんて僕初めて見たよ。ヨシオは自分の本地を箱に収めながら言った。なあなあ、兄ちゃんの本地は強いだろ。ヨシオちゃん、負けなくてよかったねと自分のことのように得意げな工事。ケンちゃんありがとう。こいつは僕の一番剣にしようかな。もっともっと強くするから、またやらせてね。コウジ、行くぞ。ケンタは不機嫌にそう言うと歩き始めた。コウジはどこへ行くのか聞けないまま、黙ってその後をついていった。なあ、コウジ。コウジも小学校に入ったんだし、本地始めたらどうだ。今日は兄ちゃんの秘密の場所へ連れてってやる。男の子はそれぞれ秘密の場所で強い本地を捕まえてくるのだ。着いたところはお墓。ここはな、兄ちゃんの秘密の場所だぞ。大
誰にも喋っちゃダメだ。本地は葉っぱの上で日向ぼっこしてるから探してみろ。うん、わかった。でも僕一人で大丈夫かな。この箱な、お前にやるから捕まえたらここに入れとくんだぞ。健太はそう言うと自分の本地を取りに行ってしまった。ナンマンダブー、ナンマンダブー、なんか怖いな、ナンマンダブー。浩二は怖かったので念仏を唱えながら歩いた。いくらうららかな春の日とはいえ、お墓に一人ぼっちでは楽しい気持ちにはなれない。生暖かい風が吹く。そういえばさっきから誰かに見られているような気がする。浩二が振り返ると、出た、本地だ。何万ダブ、何万ダブ、何万ダブ。浩二の足はガクガクと震えた。その時、本地の目がキラリと光った。大きな剣がガガンボの細く長い足を捉えた。ガガンボは必死に逃げようとしたが、本地は剣を外さない。本地の体が浮かぶ。ブーンブーンとガガンボの羽音が浩二の耳に響く。ブーンブーンブーン。うわー、ガガンボは足だけを残して飛んでいった。自らの体の一部を切り落として逃げる自節は、小さな虫が生きるための最終手段。ごちそうを逃した本地が恨めしそうな目を浩二に向けた。うわぁ、生だ、生だ。浩二、浩二、いいの見つけたな。振り返ると健太がいた。いいか、こうして静かに本地の下に帽子を入れてやって、よし、いいぞ浩二、帽子の中に本地を落とすんだ。そーっとだぞ。うん、うまいぞ、よくやった。浩二はこうして初めて捕まえた本地を兄からのお下がりの本地箱に入れて、大事に大事に世話をした。本地より一回り小さいハエを捕まえて餌にした。餌取りだって一苦労。一人で何匹も持っている子は自分の本地同士で喧嘩の練習もした。強くしようと栄養ドリンクや自分の唾を飲ませる子もいたんだって。夜は一緒の布団で寝たし、学校へ隠し持って行っては先生に取り上げられたり。とにかく強い本地を持っている子は誰でもヒーローになれたんだ。何日か経ったある日、よしおちゃん、よしおちゃん、僕の本地と勝負してくれるかい。自慢の本地を持って浩二がよしおに声をかけた。あ、こうちゃんも本地始めたんだね、いいよ、やろうよ。ということで浩二は初めて本地の勝負をすることになった。さあ始めるぞ、始めるぞ。健太の仕切りで板の上に本地が出された。おや、よしお、今日は肩剣で勝負するのか。よしおの出した本地は前足が片方しかない肩剣だった。こいつはね、肩剣だけど強いんだよ。僕だって負けるもんか。浩二はよしおが自分に対して肩剣を出してきたことが悔しかった。よしおの肩剣は一本だが、とても大きな剣を持っていた。戦う気満々、相手に向かってさっと大きく剣を振り上げた。それに引き換え、おやおや、浩二の味六欠はやる気がなく、もじもじしている。敵敵敵敵、気合を入れても全くダメだ。おいおい、僕の本地、剣を研いでないで喧嘩しろ。なかなか組み合わないな。よし、ババ見せするか。仕切りの健太がもう一枚の板にメスのハエトリグモババを乗せた。こうしてな、ババを見せてやると本地はやる気になるんだ。俺が一番強いんだぞって。ほらほら、かわいいババだろ、よく見ろ。よし、組みついたぞ。三と言われる触手を絡ませてガブリと組み合っている。
背伸びして足を立て押し合う力に差はない。肩剣はうまく回り込んで相手の剣に尻をかかれないようにしている。頑張っている工事の本地が少しずつ少しずつ後ろに下がっていって、勝負あり。工事の本地が命綱をつけて板から落ちた。やるなあ肩剣。こいつはねとっても頭がいいのさ。肩剣だけど僕の一番大事な一番剣なんだよ。肩剣の一番剣か、なんかかっこいいじゃん。ケンちゃんにそう言ってもらえるなんて嬉しいな。コウジも初めてにしてはよかったぞ。お実験にならないように勝てる喧嘩を何回もやってあげるといいぞ。うん、分かったよ兄ちゃん。僕頑張るよ。さつき晴れの空から鯉のぼりが消える頃まで本地は続く。その後大事な本地は元いた場所に戻してやる。そこでババに出会って子供が帰る。そうすれば来年もっと強い本地に会える。みんなちゃんと分かっていたのな。